J-Wave LoHa's Talk。今週のゲストは有田焼の釜元野澤門がば七代目当主の松本悟さんです。よろしくお願いします。ます松本さんは1972年、はい、佐賀県生まれ。九州大学経済学部を卒業後、都市銀行に入行され、東京勤務を経て、2001年に家業である有田西洋株式会社代表取締役に就任。 200年続く釜本矢財窯元屋左門釜の7代目当主としてまたモダンブランド有田ポーセリンラボの立ち上げなど国内外で有田焼の伝統と継承発展に尽力されていらっしゃいます。 えまずあの、松本さん、もうお会いして、えー、1年近くなっちゃうと思うんですけど、ね、あのこれな、7代目当主って言うとさ、何人もその長男はみんな、はい、の釜元になんなきゃいけないんですかいやそうなんですけど、うん、うちいきなり2代目ぐらいで潰れちゃって、ですねうん、うん、2>, 2代目の人は佐賀の方に、デッチ奉公に出て。うん えー、家屋敷取られてしまって高額、はい、というギャンブルで当たってなんとか家屋敷を取り戻すんですけど偉いじゃないですかそれでももう早死にしちゃってですね <laughs> で3代目の人はもう焼き物を嫌だって言って銀行を始めたんですね<ー>で有田で2軒銀行があったんですけど1つをやっててそれでかなり財を成して、うん、で4代目の人がもういっぺん焼き物を焼いたいということで、うん、明治時代に焼き物を担いで、うん、あのヨーロッパに売りに行こうとしたんですけど、うん、そんな早かったんですか だ南アフリカでですねお金が尽きてしまってですね、うん、ちょっとそこで洗濯屋を始めてですね、うん、でまあそこそこ洗濯屋が儲かったんで戻ってきて、うん、空いた焼きの輸出する会社を作るんですね、うん、で5代目の人はすごくあの大きくして円が360円ぐらいの時だったんで、うん、従業員も700人ぐらい増えて<ー>その当時30億ぐらいあの輸出をしてたんですけど<ー>円がだんだんあの高くなっていってバブル崩壊して。 でまあ、先ほど紹介あったとおり、私、銀行員やってたんですけど、うん、戻ってきた二20億ぐらい借金があってですね、うん、で、民事再生報酬のをしまして、うん、で私が帰ったら300人ぐらいまだいたんですけど、うん、40人まで減らして、工場も一箇所にしてですね、うんはい、で再生して、今ちょうど13年目になりますね。代いてまともななは何いらないか <laughs> そうですねなんか <laughs> まあでもひ言でなんか有田焼と言いますけどそのあなたのこみたいなそういう伝統的な窯元っいのいくつぐらいあるんですか大体200ぐらいですねまだ200万のそうですねもうすごいね家族でやってるとことかもあるんで結構いろんな窯元がありますねあれだよね一番有名なのは家計物なんですねんであれは名前有名になっちゃったの発信力か そうですね、まあ、技術力も元々、はい、もともと柿右衛門一族は、はい、技術力もあってです、ねえー、今現在この矢左衛門がまついいる七代目当主としてはどうなんですか技術力はいやうちはあの技術力は負けてないと思いますけど <laughs> <laughs> 一応40人ですね熟練した職人がいまして。はいはい それであのう本当今までの技法ももちろんですがあの、はい、新しいことにもいろいろ取り組んでやってますんで、うんえー、他の有田の窯元にはないような技術もたくさんあの使って今やっておりますもともとそのあ有田でそういう窯元はできたってことは、はい、やっぱり土が良かったんですかそうですねもともとあの豊臣秀吉の朝鮮出兵の時にあの投稿を連れてきましてで、はい その当時あの日本で磁器有田焼きみたいな磁器は焼けなかったんですけどその磁器を焼く石をその発見されてですね有田、うん、の土で発見されてそれで日本で初めて磁器が出来られたんですね、うん、それがちょうど400年前なんですよ、うん、来年がちょうど2016年で400年なんですけど、うんうん、ね盛大なお祭りもあると思うんですけど、はい、その磁器にふさわしい土というのは無限にあるんですか、はい、それともよくあるのはさもう最近はなくなっちゃったから 海外から持ってきてるとかさ。 どうなんえすと有田もですね実はなくなっててあなくなってる今熊本の天草から取ってますでもいいじゃない国内産だったらまだそうですで地下にはまだある四百400万トンぐらい残ってるんですけどまあ天草のがなくなったら今度有田の地下に地下に保有するっていうような形になると思んですじゃあまだ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 四百400万トンあればまだまだいけるいけるんじゃないですか 200年以上続く有田焼の窯元で松本さんがこの新たに立ち上げたのがモダンンンブララド、はい、有田ポーセリンラボ、はい、これはどういうい特徴があるんですかえこちらはあの今までの有田焼の伝統技術を生かして今のライフスタイルに合うようにということであのやっておりますで今特に伊勢丹さんとかであの販売してるのが「ジャパンシリーズ」というシリーズで日本の四季をえーテーマにして。 あの冬はプラチナを使ったジャパンスの春はあのピンクのジャパンチーズ夏はジャパンブルーで秋はあのゴールドとワインレッドを使ったジャパンオータムというのを展開させていただいていますでもさ今プラチナとかゴールドって言われるとさ、はい、なんか高そうだけど。はい でまあそうですねあのその辺はあの薄く塗ったりとかあのハケでですねあの一つずつ塗ったりとかしてますんであのなるべくコストがかからないようにですねあのやっております。だ,だい,たいこう平均価格いくらぐらいのものでこう構成しようとしてるんですかねえそうですねまあプラチナとか使うとそうは言ってもやっぱ高くなるんでコップで3,000円ぐらい。 でも高くないよねなんとなくさ一時有田てきてすごい高くてそうですねまああのまあその辺は技術もちょっと上がっててですねプラチナって本当のプラチナ使ってるねほのプラチナなんですよへえうちのプラチナはそれをちょっと加工して食器洗浄機も使えるようになっててですね使いもですねよりできるようになってゴールドはゴールド使ってんのゴールドも金ですねあそうなのへえ色だけじゃないの そうであれ本物の金なんですねで金の方は電子レンジも使えるようにちょっと加工してて焼き物ではなかなか珍しいそうですねそれでんかあれじゃないですか価値もありそうじゃないですかそうですねあの最初はやっぱプラチナとかゴールドとか最初は輸出をするときにですねどうしても値段が高くなっちゃうんでなんかやっぱプラチナとかゴールドとか塗ってればなんかありがたみがあるかな正直だねとか思ってですね やってたらすごいよ,よかったんでですね試しにやってみたらの海外ででの,の反応ってどうでした海外はそうですね今ニューヨークとあのアメリカとパリの方で今やってますがやはりその世界ブランドになるにはやっぱりフランスのパリからやっぱ発信した方がいいちゅいうのをちょっと何年か海外輸出やってて気づきまして、うん、でいろいろあのいろんなところとのコラボができたりとかあの徐々に実績が上がっていると。 であれですよねアメリカのカリスママーサス・スチュアートに認められたってああそうですねこれニューヨークでした <laughs> そうですねニューヨークでーたまたま展示会のしてたマーサス・スチュアートさんがいらっしゃって、うん、選ばれて自分の雑誌に載せていただいてですねじゃあ徐々に努力は報われたと思うんですけど、はい、これ醤油しょ醤油さしはですね日本でも日本で人気であの <laughs> 全日空の国際線のファーストクラスで使っていただいているというふうに、うん、私、乗ったことないんで、見たことないんですけど、<laughs> 聞いておりますが、注ぎ口にですね、はい、佐賀県の特許の撥水加工というのをしておりまして、はい、あの醤油が液だれしないようになってるんです、はあ、でもそそんな、そんな小技じゃなくて、やっぱりこう、あれでしょう、もう大事なフォルムが綺麗だっていうことで、人気があるんですかね。はい、色かかなし白な白んですか あの結局醤油うしと大体同じような形になるじゃないですか、うんうん、液だれしないように形になるんですけど、うん、うちの場合は科学的に液だれしないようになってるんでデザインが自由にできるんですねねんだろうって僕ちゃんと分かってなかったあそうなの、うん、だから<ぁ>普通あの形だと液だれしちゃうんですよ<ぁ>でも あのー、そういう加工で液体しないよしてるんでデザインは自由にできるって感じへへ科学的っていうと角度かなんかがかいや角度じゃなくてですねその佐賀県の物質を2回焼きつけるんですけど<ー>それが特許になっててですねへー そうするとキレがいいわけキレがいいですねめっちゃキレがいいですねあなんかに使えそうですねそれまたそうですねショイサシじゃなくてもっとなんか金なるものにした方がいいんじゃないのそうですねああのまあ、今松本さんは明治いまりを復刻するプロジェクトもう手がけてられてますが、はいはい、この明治いまりってどういうこと これはその明治時代にですねあの有田焼があのその当時日本ってあの外貨を稼ぐ手段があまりなかったんで、うん、有田焼とかはもう重要な外貨を獲得する手段だったんですね、うん、その時にあの海外の万国博覧会とかで出していたすごい精密な絵の,あの有田焼があるんですけど、うんうん、それをあの明治にって呼んでます精密な絵ってこう描かれてるモチーフはどういうあれな風景なんですか いいろいろですねその時もう有田だけじゃなくいろんな日本国中の,そのデザインを結集して、はい、なんか有田でこうデザインしてやったというふうに聞いておりましてまあ柄はいろいろですねやっぱり、はいうん、日本の,その、まあ、着物の柄であったり風景画であったり、うん、あの有田焼きの,あの柄であったりですね西洋の感じも取り込みながらこう 和風のっていう、うん、なんか和魂要塞みたいな感じの柄が多いですね。この松本さんが今復刻プロジェクトとして熱心にやってらっしゃるこの明治今里は、はい、あのそのお客さんというかターゲットは国内なんですか国外なんですか。えっとこれは国内の方ですね。国内でやっぱりそのいいものを本当に本物のいいものがまあ欲しいという方に対してのものであって で,であ,とあとはですねやっぱりそういう。 絵をあのうちの,その技術者の養成という一面もあるんですねあ<ー>あのそういう難しいものにチャレンジして,していかないとそのなかなか今そのモダンなやつではそんな描くとこも少なくなってきてるんでやっぱりこういったあのきちっとした本物をやっぱり描けるようにう職人の養成もあってですねあ,<ー>あと土もですねこれさっきなくなってきた有田の土を使ってまして、うん、その辺をちょっとしっかりした本物プレミアムな土はい。はあ。 あのその職人さんたちって、あれなんですか、あのどういうところで勉強されてあの、松本さんと来られるの、そういう有田にはそういう専門学校があるんですかそうですねあの、有田工業高校とか、うん、あの有田養業大学とか、あ,あるんだ職,職業訓練のところとかあるんですけど。うんね でも基本的に残ってらっしゃるのはなんかその辺の近所の主婦の方が多いですねうちの場合は。で工場をて見よう見まねで始めた人がいそうほとんどですお仕事できると、はい、時々さ輪島とかねああ、はいんだとさ東京芸大とかさ、はい、そのせがれたちがそういうとこ出てさ、はい、それで国に帰ってとかなんかこういうそうにいたじゃ、はい、そういうんじゃないんだやっぱ現場は違うんだ。 えー、その継がれる方はそれでいいと思うんですけど、うん、あの現場の方はやっぱりそのなんて黙々と同じものを <laughs> <laughs> あのなんていうかこう作業していかなきゃいけないんで日常になってるねそうですね芸術家じゃないってことの方は 自分でやっぱり独立したいという気持ちが強いから、ね、あひょ表現が表現こんなもん毎日やってられるかみたいなそういう松本さんはあの大学を卒業されて東京の銀行ってことは、はいはい、この時は実家を継ぐことはまだ考えてなかったんですか もともとずっと実家を継ごうと思ってて、たまたまと東京の,そのとこ会社に受かったんで、東京も暮らしてみたいなと思ってて、じゃあ、あれだ、もともと継ごうと思って、はい、それでまあ、あのまあ、倒産2回もしてる家系だと、はい、まあ銀行もちゃんと相手できないと、まずいから、一応あのあの、防備して。はい いやー僕もそうねあのもうちょっと賢けりゃいいと思いますけど相変わらずいじめられてますけどねそんなことない昨年と今年の9月にヨーロッパ最大級のインテリアデザイン見本市、はいはい、メゾン・エ・オブジェ、はい、これどこでや,やるんですか、えー、パリのですねあ<ー>あの空港の近くの展示会会場ですね、はい ここに、えー、あれをすっぴんというとまああれですか昨年が初めてそうですねはい昨年が初めてですねど,どんな反応でしたあいやえー、と結構日本と同じような反応であの非常に良かったですでパリの市内であの受月堂さんっていうち屋さんであの、うん、実際に小売りもしてみたんですけどは、うん、結構そこそこ売れてですね、うん、意外とは何というかその 日本だファイリラチっ,ってそんなに差がないんだなと思って思いま、ね、ああ手応え感じた。はい。はい、あの和食ブームも関係ありますかね。そうですね。やっぱりありますね。やっぱ和食ブームだし、フレンチのシェフとかも日本人の方が今結構活躍されてるんで、うん、あの非常に食に関してはやっぱりあの関係あると思います、ね。じゃあ今今がチャンスだと。あそうですね。うん、はい。 あのそういう海外戦略とか営業とか、はい、そういうのはあれですか松本さんがご自身で全部やってるんですかそうですね、今のところちょっと人がいなくて私が今、全部やってる、ね、ああの有田焼はあの先ほど200軒あると言ってましたけど、はい、その、はい、まあ200軒がみんなバラバラで売りに行っちゃ大変だと思うんですけど。はい まあ、えー、その在来駅400年でしたっけ。あ,あ、そうですね。これを機に何かみんなで、はい、その松本さんのね世代がまとまってなんとかとかそんなことの動きはないんですか。ええあ,ありますでその先ほど言ったメゾンエオブジェンもそのあの在来の釜元発車があそもうこれがそうなんだ。はい、そうですねはい佐賀県のあの支援を受けて、うん、であのプロデューサーにあのフェラーリとかデザインされてる、うん、あの健奥山さんという方がされてます、うん、はいですね。 じゃあ,あれだこれがあの有田焼の、はい、なんか合同チームそうですねえ<ー>、ね、みんなあれですか若い人たちなんですかいやみんな若いってわけではないですけど、うん、あの若さというよりもやっぱりこう新しいことに取り組んでで、うん、今やっぱりその何て言うかな元気のある会社が8社集まってますよねトップブランド あまあ、結構有田の中では<え>あの活躍してるとこばかりだと思います,いいす、ね、えそれで海外向けの作品も、うん、アフリカにも持って行ってるんですかアフリカですかアフリカモロッコ<ん>モロッコはですねあモロッコうちのじいさんの時からの取引先でかなり輸出はしてましたけどへえモ,モロッコとかシリアとかですねへえ そんんなとこででも使われてるんですかそうですねシリアではあの結婚式ではもう絶対欠かせないという,うどんぶりをあの出してまして、はい、そのシリアのことわざでうちの丼をですね、うん、あの100個ぐらい持っていかんと、うん、あ結婚できないよというようなことわざがいい話なんですかね,ね <laughs> えー、でもそういうなんかこう海外にこう、はい、なんて言うのかなこう 石を打ってきたね、はい、あとなんかい一つの本かなんかにまとめたら <laughs> そうですね,ねえ大したもんなんじゃないのま,まあ,あの洗濯屋も南野の洗濯屋も驚いたけど <laughs> <laughs> あのそ,そういう時にやっぱりあれですかその、まあ、シリアでもそういう家訓があるってことは。はい あのマーケットとしてはやっぱり富裕層なんですか。そうですね。やはりあのどうしてもやっぱ高い商品になりますし、うん、手仕事であの時間かけて作っている商品ですんで、うん、富裕層の方がターゲットになりますね。まあ例えばその,のことわざになってる、はい、その結婚式100個ないとダメだっていうのは、はい、1>, 1個いくらぐらいするんですか。1個そうですね。1個だいたい うちの出し値で1万円ぐらいだからシリアでは相当高い、うん、10万ぐらいですかねそう,そうですよねやで10万で100個っつったら1000万だもんな、うん、そりゃ嫁入り道具じゃすげえな、うん、ねえ松本さんはあれですか、はい、自分では、はい、まあ,あの窯元の投資ということですけど、はい、自分で作ろうとは思わないの あのですね、うん、あの帰ってから有田工業高校っていうところに入り直したんですけど、うん、あまりの下手さに途中で退学させられました <laughs> <laughs>。あそういいじゃないあのだから一応デザインとかアイディアとかあああのデザインはするんでああこういうふうなのをって言って職人作ってもらます <laughs> ああでも逆にさそうやってさあ,のあまりの下手で退学された えー、オーナーっていうのは職人から見たらさなじめっついうかねあ、まあ、まあそうですね,ねあのハードル下がるし <laughs>、うん、やっぱりご当主がなんか芸術家だとさ職人もなんか嫌だよねあ <laughs> そうですかね、うん、それは良かったんじゃないですかっ退、ね、学させられて <laughs> そうですねよ,よかったんでしょうかね <laughs> でもあれですかそういうあの松本さんの家には、はい、その古美術、はい、古い有田焼きですごいものとかあるんじゃないですか 矢財もん生のそうですねやっぱあのいろいろあ,ありますけどね、うん、ただどのくらい価値があるのかちょっと分かんないですけどえでもそのせっかくさ400年っていうとさ、はい、僕なんかはさその歴史を感じさせるものはさ、うん 新しいもんもいいかもしれないけどさ、なんかみんな蔵元がさ、蔵からさ、奥から出してきたとか言うとさ、見たいやつがいっぱいいんじゃないの、それいいですね、それで君たちが、君たちが値段が分かんないって言うとさ、儲かんじゃないかと思ってさ、行くやつがいるよ、なんでも鑑定団じゃないけどさ、鑑定団の長井さんぐらい送りますから、なんか、それ考えたらそうですね、いいですね、それは、やっぱりなんか、新しいものも見たいけど。昔のの古いいもですね大切にしな だけですね。うん、いやあのお話聞けば聞くほど来年ちょっと有田へ行きたいと思う人もいると思うんですけど、はい、行くとあれですかあのなんか泊まる旅館なんかあるんですか有田そうですねリタにはですね有田ちっちゃい町なんでそんなないんですけどあの近くにあの武雄温泉とか嬉野温泉とかありまして、うん、あのすごいあのえお湯がですね日本三,三大美白の湯と言われるぐらい、ねうん、あそうなの、はい なんか竹尾ってなんか競輪とかさ <laughs> なんかそんなイメージしかないね <laughs> すごい<逆>す,すべすべなんですよ本当にあそうあお湯がぬるぬるしててです、ねえー、いいじゃない行ったことないねいいですよほんと食べ物はどうなんですか竹尾温泉そうですね食べ物も美味しいですけどねあ,の、はい、あとは 有田だとあの佐賀牛とか伊万里牛とか牛もおいしいですしちょっと行けば呼子の方のイカとかもす,、ね、あ<ー>すごい,いすあ呼子も近いんだそうですねね変なイカイカをあれだよねイカとフグをさ、はい、なんかつくようみたいにしてるねあ<ー>面白い人もいますけどなかなか九州はいろいろ考える人がいると思うんですけど、うん、まあじゃあ、えー、何泊ぐらいで行くと楽しめるんですかね まあ、二泊していただくとですね、うん、ゆっくりと有田、うん、あの、楽しめると思います。はい。いろいろ有田で、あの、 絵付けの体験とかろくろの体験とかもできますし、うん、やっぱり古いあの伝統的なものから新しいものまでいろいろと、えー、今本当2016年に向けてみんな頑張ってますんで是非有田に来ていただけると楽しめると思いますんでよろしくお願いします。そういうのはあれですかホームページ矢沢衛門窯のホームページ見ると、はい、有田全体のいろんな情報が出てるとそうでもない。 うん、出てるようにしますじゃあそうして街、はい、を挙げてのイベントだと、ね、400年、ねえー、ぜひ、えー、私もお邪魔したいと思います今日はどうもありがとうございました <laughs> どうもありがとうございます J-Wing ロハースター